いつもロペラやアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデルのメルセデスベンツ SL550 AMG スポーツパッケージをご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが、走行距離は6000キロと非常に低走行なお車です。こちらですね、運転席側リアのタイヤのハウスの近くですね、その付近に小さな飛び石が数箇所見受けられます。それ以外特に目立った傷はございません。コンディション良好なお車となっております。こちらのお車、外装色がオブシディアンブラック、インテリアがホワイトレザーと印象的な1台となっております。 AMG のスポーツパッケージが装備されておりますので、フロントスポイラー、サイドスカート、リアのスカートですね、非常にシャープかつスポーティーなデザイン設計となっております。エンジンスペックの方ですが、 4.7 リッター V8 のターボエンジン、馬力は435馬力を誇りますので、非常にパワフルな走りをお楽しみいただけます。アルミホイールは AMG スポーツパッケージ専用19インチの5スポークのアルミホイールが装備されております。4本ともガリ傷となくですね、大変綺麗な状態です。タイヤの方も摩耗はまだまだ少なくですね、だいたい山で言えば8分ほどは残っておりますので、まだまだお乗りいただけるお車となっております。では続きまして、リアの方をご紹介させていただきます。こちらは R231 型になりますので、こちらのテールライトのデザインがボディラインを強調するようなシャープなデザインとなっております。トランクの方ですね、開けていただきまして、もちろん開閉の方はすべて電動ですね。こちら今バリオルーフが閉まっている状態になります。そうしますと、こちらですね、閉めていただくことになりますが、クローズ時はこちらの方開けていただいてお使いいただけます。しっかりとスペースも確保されておりますし、使用感もなく綺麗な状態となっております。では続きまして、インテリアの方をご紹介させていただきます。シートの方ですね、ホワイトレザーとなっております。汚れの目立ちやすいお色ですが、汚れはなくですね、大変綺麗な状態となっております。ダッシュボードやこちらのドアの上部の部分ですね、こちらの方はブラックのレーザーが貼られております。ではエンジンの方をかけていきます。じゃあスタートボタンですね。はい、4.7 リッターのエンジンではありますが、始動は非常に静かです。ステアリングはスポーツパッケージになりますので、3本スポークのマルチファンクションのステアリングが装備されております。パドルシフトもこちらついておりますので、こちらの方で変速も行っていただけます。センターにはですね、クロックの方が埋め込まれております。ナビゲーションは純正のハードディスクのナビゲーションが装備されております。もちろん地デジもご覧いただけますし、バックギア入れていただきますと、バックカメラもしっかりと映ります。で、こちらですね、シートヒーター、ベンチレーター、あとはエアスカーフですね、すべて取り揃えております。快適にドライブをお楽しみいただけるかと思います。パネルの方はピアノブラックのウッドパネルが使用されておりますので、非常に高級感を感じるインテリアです。またハーマンカードンのサウンド搭載されておりますので、音楽の方もお楽しみいただけます。またシフトの横のボタン、こちらですね、押していただきますと、エコモード、スポーツモード、マニュアルモード切り替えが可能になっております。また ABC アクティブボディコントロール装備されておりますので、コンフォートモード、スポーツモード、サスペンションの硬さの調節が可能になっております。こちらで車高の上げ下げも可能です。バリオルーフの方ですね、開け閉めしてみたいと思います。閉めてみます。より作動もスムーズですので、ストレスなく開閉の方は行っていただけます。また内張りはアルカンターラとなっておりますので、非常に高級感のあるインテリアです。またこちらのお車ですね、マジックスカイコントロールしっかりと装備されております。こちらボタンを押していただけますと切り替えの方が可能です。では今回は2015年モデルの SL550 AMG スポーツパッケージをご紹介させていただきました。走行距離も6000キロと低走行ですし、この黒と白の組み合わせが非常におしゃれな一台となっております。快適装備も充実しておりますし、バリオルーフのお車となりますので、1年中クーペスタイル、オープンスタイル、どちらともお楽しみいただける1台です。弊社でも非常に人気の高いモデルとなりますので、ぜひともご検討ください。よろしくお願いいたします。